井ノ誠は、神奈川県出身の実業家であり、経営コンサルタント、行政書士、SBI 大学院大学非常勤講師、東京商工会議所登録エキスパート。1973年、神奈川県に生まれる。1997年に専修大学法学部、法律学科卒業後、ソフトウェア開発会社に入社。その後、1998年。 デザイン業、ソフトウェア開発業として独立。株価分析ソフトを開発し、ベクターで公開していたこともあった。2002年、行政書士試験を受験し合格。2003年には、行政書士登録を行い事務所である、厚木ホーム事務所を開設。会社設立、相続手続き、遺言、厚生証書作成支援、家計図、契約書作成。 内容証明等を主業務とし、同年には、設業支援、農地転用、古物商支援、運輸、運送業支援、人材派遣業、人材紹介業の取扱いを開始している。なお、その間にあたる2003年6月、厚木業種交流会を立ち上げている。また、2003年には、事務所名称を、行政書士厚木法務事務所に変更し、 小田急千本厚木駅南口に移転。旅行業支援、確認会社設立、NPO 法人支援、自動車リサイクル法の取扱いを開始する。その後も、積極的に取扱い業務を拡大し、2004年には、医療法人設立、定管変更、個人情報保護法対策等のコンサルティング分野に進出している。以来、 本格的に経営コンサルティング分野に進出し、続いて2005年には事業計画策定、資金調達支援を開始、2006年は経営コンサルティング部門開設、マーケティング戦略策定支援、株式上場準備支援、組織整備、M&A 支援の取扱いを開始している。この年にクライアントの期待に応えるためとして、 行政書士業開発となる ERP を導入し、行政書士サービスのスピードと品質に革新をもたらした。2008年、SBI 大学院大学非常勤講師に就任。熱心な指導をするとして学生に人気がある。2011年、事務所所在地を新宿南口に移転。事務所を行政書士新日本総合事務所に改組した。 本人が執筆するメールマガジンに井野又誠のイエスなビジネスの作り方がある。2007年に SBI 大学院講師就任の打診を受けたことによる反応から世話人を退任。以降相談役になっている。ありがとうございます。